先ほど寝転がった瞬間に、階段の足音、させてきて登っていった連中がいるんですけど、最初からここの住宅に入り込んでる人間でしょうね。寝転んだことが分かるやつですから。それね、泊まる場所、あの辺に泊めるように昔から黒猫山本さんには言っていて、それ守るっていうことで何回も話通ってるんですけどね。ここの階段使われたら足音うるさいから。ガールガールに寝転んだこういうふうに起こしに来るやつ、神戸504、まあ46-03、ここの住宅に潜み込んどったやつだ。大体黒車の色。ああいうふうに近くに潜んでる誰かがここの住宅の中に一人潜んでいて、近くの住宅から車で乗りつけて迎えに来る、そういうふうなコンビっていうのを行ってた連中が多い。でそのお金の出元がプロ野球業界とかサッカー界。ふざけんなよ全員。こんな話岡田監督が聞いたら泣いちゃうよ。阪神タイガースの他の野球界の心ある監督の人たちもそんなにえげつない目に遭ってたとは思わんかったって言ってくれると思うよ。けど言わない人間。
この辺に潜んでいて、淡井圭介のことをあざけり笑ってた連中。プロ野球選手だろうが、サッカー界の人間だろうが、全員許せんよ。あざけり笑ってた連中ね。あとエネルギーの残存量問題から逃げ出して、高給取りになってしまった人間。そいつらも許せん。淡井圭介にいつでもお金払わないで。オリンピック選手に関しても、他者の力上乗せじゃなかった、今更世界記録とかは狙われ、他国の人間は昔からそれを行った。もう倒れ込んでるんですけども、呼吸音聞いてもまた分かると思うんですけども、もうしんどい限界、本当に。これが本当の話。起こしに来る電柱が多すぎる。エネルギーの残存量もない。話、そらして逃げたやつら、車を使ってるっていうことは、すでにそれが挑発行為であり、敵対行為であるっていうこと、そして集団であるっていうことや、そいつら。自分たちさえ良ければそれでいいっていう連中。警察官でもあかんよ。検察庁の人間でも、昔もそれ言われてるよ、淡井圭介に。大臣脅されてるんだから、その辺の検察官とか、そうそう。他の人間とかもそういうふうな目に遭ってるやろ。二人以上で行動してる時点で負けるんだよ。絶対卑怯者になるから、気が大きくなって。多数対一人で。一人って淡井圭介のことや。だが喧嘩売るような口調とかになる。敬語で物を言わない。話さない。警察官の人で敬語を使って淡井圭介に喋れてる警察官なかなかいない。残念ながら。普通みんなの税金で働かせてもらってるんだから、敬語使わなあかん。全警察官が。絶対無理やり起こすつもりや。中央の方のエレベーターのある方の階段のところで
車回してない。階段もできるよ。家のドアの音とかでも大きい音は出せる。そもそも、カールガールいろんな人間が入り込んでる時点で、そこの部屋に入り込んだ人間は全員、組織的な犯行や。どうせ3インチもあるやろ。他の部屋かもしれんけど。地域の自治会ってこんなもんや。そこから議員とか出てきておれんじゃん。RM 整骨院に車が来てる。猫なんだこれ。それは分かって起こしに行くよ、車のドアで。普通っぽい音でも十二分に聞こえと。向こうは向こうで音拾った。置いてある。何秒ぐらいか見に行かないか。何言うとん、取れるんやったら春山整骨院のやつら、あそこに集まっとった連中の頭が取られたらええねん。
取られるんやになって集まってこんようになるやろ。顔もや。あいつは取ってばっかりおる。もともとスポーツ界妖怪の人間とかも混ざっと、親が議員とかな。田中角栄の娘かな。田中真紀子。その娘が浜口京子や。違う名前でテレビ出てきよ。で、その浜口京子も何回も京子とこの辺。で、黒の BMW で行くわとかいう声が聞こえてきて、来んで言うとね、来るなって何回も本人に言った。今度は仕事場に乗り込んできよった。親がもともと国会議員だったっていうだけで調子乗りよ。逆や。それだけみんなの税金たくさん巻き上げてたっていう存在や。あの道路族の一族のせいで世の中どれだけエネルギーの残存量まで無茶苦茶になってるか。なあ、石油の無駄遣いしかせえへんやろ。関係の人間、さっきの男性誰かな、男性老人。スタジオジブリの鈴木さんだったら残念やな。後ろ姿しか見えてないか分からない。
また車のドアの音、音の大きさ。ある夜の0時00過ぎでもやられてたから、ベランダの方に置いてるものでボリューム最大でヘッドホンで聞いた方がわかる。
の状況を見える人間なんかまずおらへんわ。スマートフォンに言ってる音声で聞いてるからそうだ。小さな音しか聞こえないだけ。家の中にいてもめちゃくちゃ音大きい。